ということで今日はね、このかき氷シロップを使って、レインボーかき氷を作っていきたいと思います。よっ、氷がなかったので、この 6S 買ってきたので、これでね、かき氷を作っていきます。いきます。なんか思ってたより氷が、シロップ7種類開けまーす。全7種類で、まずイチゴで、ブドウかな、でみかんでしょ、これがラムネでしょ、ブルハワイで、これがピーチで、これがパイナップルで、これがメロンです。いきます。まずピーチね、ブルハワイ、これもえ、あ、メロン、え、待って、これ多いかもしれない、マジでこれ見るから、でもいいかな、で、ブルハワイかもしれない、後ろでも開けるじゃん、うん、あと、ミカン、ラスト、ラスト、はい、できました。完成です。じゃん。